マテオ・リッチ像、今夜番国禅図、キカ原本に描かれたリッチと、女皇系マテオ・リッチは、イタリア人、イエズス会員、カトリック教会の司祭。中国名は、リマトーフランシスコ・ザビエルの夢見た中国選挙に、苦労の末成功し、病朝宮廷において活躍した。 中国にヨーロッパの最新技術を伝えるとともに、ヨーロッパに中国文化を紹介し、東西文化の架け橋となった。イタリアのマチェラータ出身のリッチは、イエズス会に入会後インドでの戦況を志して1578年に、ゴアに派遣された。その後、マカオに滞在していた東インド管区巡査士、アレッサンドロ・バリニャーノの招きに応じて1582年に、 同地へ赴き、すでに同任務のため研究を始めていたミケーレ、ルッチェリと共に、マカオで中国語と中国文化の研究を行った。中国南部の都市を転々としながら、バリニャーノの示した適応政策に従って、中国の著者の服を着て、中国式の生活をして、中国文化の研究に励んだ。 やがて彼の学識、特に科学知識が有名になるに従って、徐々に入門者が増え、1598年についに北京にたどり着いたが、豊臣秀吉の朝鮮出兵の煽りを受けて南京へ移り、1601年に再び北京入りして、高級管理の紹介を受けて、万歴帝の宮廷に入ることに成功した。リッチは順応政策を実践し、中国名を リマトーと名乗り、ラテン語デウスの看護役として、天主を用いた。リッチの考えでは、中国の伝統的な用語である、天や、上帝は、キリスト教の観念と一致するものだった。また、キリスト教を真に、中国文化と適応させるため、中国人の祖先崇拝の習慣を受け入れた。リッチは、 東西文化の架け橋となった。中国でキリスト教の教えを説いた天守実に世界地図である今夜万国全図、ユークリッド幾何学の漢文分けである幾何本などを観光し、その文化に多大な影響を与えると同時に中国文化をヨーロッパ社会へ好意的に紹介し続けた。当時、 ヨーロッパの大学では、オラーレと呼ばれる、高等諮問が主流であったが、リッチラの伝えた、中国の科挙が、筆記試験を普及させていく契機になったと考える、向きもある。また、今夜万国全図が日本に伝わっていることからも、わかるように、彼のもたらした、新知識の多くは、漢語に訳されたおかげで、日本へも影響を与えることになった。 中国文化に精通し、人格者であったリッチは、中国知識階級に影響を及ぼし、農政全書を表した、女皇系や理のもといった多くの知識人が、キリスト教徒となった。彼は1610年に、北京で死去し、万歴帝によって、お火星門外にその墓が作られた。彼の業績と順応政策は、アダム・シャール、フェルギナント・フェルビースト、 ジョアシャン・ブーベジャン・バティスト・レジス、ジュゼッペ・カスティリオーネといった、名、真の皇帝たちに仕えた、イエズス会宣教師たちに引き継がれていく。アメリカ合衆国の雑誌、ライフは、第2000年期の最も偉大な100人の一人として、マテオリッチを選んでいる。ありがとうございます。